こんにちは。異勢海病院管理栄養士の中谷です。それでは講座を始めます。私は普段は入院患者さんの栄養管理や外来で栄養指導を行っています。ところで皆さんは腸内環境について日々意識されていますか本日は腸内環境を改善する食事のコツというテーマでお話しいたします。よろしくお願いいたします。講座の前に 皆さんセンテナリアンという言葉はご存知でしょうかセンテナリアンとは百寿者という意味で100歳以上の健康な方のことを言います元気なセンテナリアンを目指すためには健診予防運動生きがいそして今日お話しする食事が重要なポイントです本日お話しする内容を元気なセンテナリアンを目指すための参考にしていただければ幸いです本日の内容です まず1つ目は腸内環境について知ること2つ目は善玉菌を増やすには何が必要か3つ目は毎日の食事で腸内環境を整えるコツについてそしてまとめと進めてまいりますではまず腸内環境についてです皆さんは腸内フローラという言葉を聞いたことはありませんか 顕微鏡で腸の中を覗くと腸内にいる細菌が菌種ごとの塊となって腸の壁に隙間なくびっしりと張り付いています。それがまるで植物が群生しているお花畑のように見えることから腸内フローラと呼ばれるようになりました。腸内には多種多様な細菌が生息しており、その数は1000種類以上、1兆個以上と言われています。腸内細菌の主な役割は 一つ目は、消化酵素で消化できない食べ物から、体にいい栄養物質を作ること。二つ目は、腸内の免疫細胞を活性化し、病原菌などから体を守ること。三つ目は、腸内フローラ、つまり、腸内環境のバランスを保ち、健康を維持するということです。腸内フローラが良い状態であると、腸内環境が整っているということになります。では、 腸内フローラを構成するる菌にはどんなものがあるでしょうか。腸内細菌は善玉菌悪玉菌日和美菌の大きく3つに分類されます善玉菌は体にいい働きをする菌でさきのスライドの消化できない食べ物を体にいい栄養物質にする免疫細胞を活性化させ体を守る役割を主に担っています ビフィズス菌や乳酸菌、納豆菌などがあります。悪玉菌はガスや腐敗物質を作り出します。悪玉菌が増えると、便秘や下痢など、お腹の調子が悪くなったりします。また、有害物質は血流に乗って体内をめぐり、さまざまな組織で悪影響を及ぼします。日和菌は善玉菌、悪玉菌、その時優勢な方と同じ働きをします。 善玉菌が優勢な状態であれば日和美菌も同じ行動をとりますが悪玉菌が優勢な環境だと悪玉菌になびいてしまいます腸内フローラは善玉菌2割、悪玉菌1割、日和美菌7割だと理想的なバランスと言えますが日々変化していますそのため善玉菌を悪玉菌より優勢にして日和美菌を善玉菌の味方にするような生活習慣が大切です 腸内フローラのバランスが取れているかどうかは、便の状態を見るとわかるので、後ほど詳しくお話しします。ここで質問です。成人の腸内細菌の総重量はどれくらいでしょうか ?1、約 100g、2、約 500g、3、約 1kg。お答えください。3番を選ばれた方が多いようですね。 ご回答ありがとうございます。正解は3番です。成人の腸内細菌の総重量は約 1kg にもなります。また、体内の免疫細胞の60%は腸にあり、腸内フローラが正常に働くことで、病原菌から体を守っています。しかし、腸内フローラのバランスは、ちょっとしたことで崩れやすくなっています。バランスが崩れる要因には、 食生活の乱れのほかに運動不足、睡眠不足、ストレスなど自律神経の乱れにつながる要因、便秘、加齢、細菌感染などがあります。腸内フローラのバランスが崩れると免疫力が低下し感染症にかかりやすくなったり糖尿病などの生活習慣病を悪化させることが分かってきました。また、便秘、下痢を引き起こしたり 肌荒れや太りやすい体質になるなど、私たちの体に悪影響を及ぼします。では次に、腸内フローラのバランスが崩れる要因の中でも、悪玉菌が増えてしまう食生活の乱れについてご説明いたします。悪玉菌が増える食事についてです。現在の日本人の食事は、欧米化の影響を受け、肉を中心としたタンパク質や脂質の多い食事となっています。 タンパク質を大量に摂取すると、消化吸収しきれないタンパク質が悪玉菌の餌になり、有害物質に変わってしまいます。甘いものに含まれる砂糖も悪玉菌の餌になります。また、野菜が不足すると便秘がちになり、腸内にたまった便を餌にして悪玉菌が増えてしまいます。しかし、悪玉菌を増やす食品を摂らないというのは難しいですし、 厳しい食事制限は食事の楽しみを減らしてしまいます。そこで今から腸内フローラを整える行動についてお話ししていきます。腸内フローラを整えるためには、一つ目は自律神経の乱れを整えることが大切です。腸の働きをコントロールしているのは自律神経です。自律神経が乱れると腸の働きも乱れてしまうので、運動不足、睡眠不足にならないこと、また、 過度なスストレスを避けることが大切です2つ目はよく噛んで食べることです。噛むことで消化酵素の分泌が増え胃や腸の負担を減らすことができます。また脳の満腹中枢を刺激するので食べ過ぎを防ぐ効果もあります。3つ目は食事で善玉菌を増やすことです。善玉菌を増やすためには善玉菌そのものと善玉菌の 餌になるるものを取ることが必要ですプロバイオティクスはビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌を含むもので発酵食品や成長剤などがあります。プレバイオティクスは善玉菌の餌となり善玉菌を増やすものでオリゴ糖や食物繊維があります。では実際の食事ではどうすればよいでしょうか善玉菌はさきのスライドでお話しした通り 発酵食品を取ることが効果的です発酵食品は食材を微生物によって発酵させた食品のことでヨーグルト、乳酸菌飲料、チーズ、納豆、甘酒、ぬか漬け、キムチ、味噌などがあります。ビフィズス菌、乳酸菌、納豆菌、麹菌などのいわゆる善玉菌を含みます。摂取した後の全生菌は 一定期間体の中で働きますがしばらくすると体の外へ排出されるので毎日摂取することが大切ですただしチーズ、ぬか漬け、キムチ、味噌は塩分の多い食品でもあるので取りすぎには気をつけましょうここで質問です全生菌を効率よく取るにはヨーグルトはいつ食べると良いでしょう一、1. 食事の前 2. 食事の後三いつ食べてもいいお答えください一番が若干多いみたいですねご回答ありがとうございます正解は二番食事の後です空腹時は胃の中の酸の濃度が高く強い酸性に傾いていますそのためせっかく取った善玉菌が死んでしまう比率が高くなります 食後だと胃の中に食べ物があるため、胃酸が中性に近づいた状態になっています。胃酸による刺激が弱くなるため、生きた乳酸菌やビフィズス菌が腸に届きやすい環境になります。次は善玉菌の餌となるオリゴ糖についてお話しします。糖質のうち最小単位である単糖が3から9個結びついたものをオリゴ糖と呼んでいます。オリゴ糖には、 体のエネルギー源になる消化性のオリゴ糖と消化されずに大腸まで届く難消化性のオリゴ糖があります。一般的にお腹の調子を整えるオリゴ糖は難消化性のオリゴ糖のことを言います。難消化性のオリゴ糖は消化されずにそのまま大腸に到達し、善玉菌の餌となることで腸内環境を整えます。オリゴ糖を含む食品にはバナナ、大豆、 はちみつ、ごぼう、玉ねぎ、アスパラガスなどがありますまたシロップや粉末の市販製品もあります次に食物繊維についてお話しします食物繊維も全玉菌の餌となります一般的に食べ物の成分のうち人の消化酵素では消化されないものを食物繊維と呼んでいます繊維という名前がついているので野菜や 果物など植物の筋というイメージを持つ人が多いかもしれませんが、ネバデバしているものや、水に溶けてサラサラした状態のものもあります。食物繊維は、野菜や果物に含まれるもの、海藻に含まれるもの、微生物が作るものや動物性のものなど、多くの種類があります。大きく分けて、水に溶ける水溶性食物繊維と、水に溶けない、 不溶性食物繊維の2種類があり働きに違いがありますこの後、詳しくお話ししていきます小腸に到達した食物繊維の多い食品は消化酵素に触れにくいため消化・吸収がゆっくり進みますまた、水溶性食物繊維は食品に含まれるコレステロールやブドウ糖の吸収を抑える働きがあります大腸に移動した食物繊維は 主に水溶性のものが善玉菌の餌になり、腸内フローラを整えます。また、不溶性食物繊維は便の量を増やして、排便を促し、便通を整える効果があります。このように、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維では、働きが異なるため、両方取ることが望ましいのです。水溶性食物繊維の一部をご紹介します。 昆布、もずくなどの海藻に含まれるアルギン酸、リンゴやみかんなどの果物に含まれるペクチン、こんにゃくの原料に含まれるグルコマンナンがあります。しかし、グルコマンナンはこんにゃくに加工する過程で不溶性に変化します。他にも、大麦、大ぎ、きのこ類に含まれるベータグルカン、ごぼうや菊芋に含まれるイノリンなどがあります。 不性食物繊維もいくつか種類があります野菜や穀物豆類に多いセルロース酵母やきのこ類甲殻類に含まれるキチンキトサンカカオマツや豆類果物に含まれるリグニンなどがあります水溶性不溶性ともにいろいろな食品から多種類の食物繊維を摂りましょうここで質問です 食物繊維について成人男性の1日の摂取目標量はおよそ何グラム以上でしょうかグググラララムムム以以以上。2 30以上。3 40以上。お答えください3番を選ばれる方が多かったみたいですね。ご回答ありがとうございます。正解は1番の20グラム以上です。 日本人の食事摂取基準2020年版では成人男性の食物繊維摂取目標量は20から2 1グラム以上とされています。成人女性は17から 18g 以上です。20g 程度の食物繊維をキャベツだけで摂るとすると中くらいの大きさのものを1玉食べる必要があります。ただし実際にはご飯などの主食を中心に いな食品から摂取していますでは目標量を摂取できているのでしょうかグラフは年代別の食物繊維摂取量です水色が男性ピンクが女性ですそして赤線が女性の摂取目標量です50代以下では不足しています次に青線が男性の摂取目標量です60代以下では不足していますまた 若い世代ほど食物繊維の摂取量が少ないことがわかります。これは野菜の摂取不足だけでなく、米などの主食や豆の使用量が多い和食より肉を中心とした食事を好んで摂取していることが影響しています。食物繊維の上手な取り方はこの後お話しします。最後のテーマは腸内環境を整える食事のポイントです。1、3食規則的にバランスよく食べる。2、 全玉菌と全玉菌の餌を一緒に取る。3. 全玉菌を増やす食品を選択する。4. 食事だけでは難しい場合として実践的なお話をしていきたいと思います。一つ目は3食規則的にバランスよく食べることです。まず、血食せず規則的に食べること。不規則な食事摂取や血食は生態リズムを生み出します。また、 食事を食べないと便の材料が減り、腸が動かず便秘を招き、腸内環境の悪化や腸の働きの低下につながります。次にスライドのように、ご飯などの主食、焼き魚など主菜、野菜など副菜を揃えた食事にすることです。和食にすると野菜や大豆製品が取りやすくおすすめです。また、主食をしっかり食べることも大切です。 白米に麦や雑穀を混ぜて炊いたり玄米や七分付米など精製度の低いものにすることで食物繊維の摂取量が増えます野菜の摂取目標量の目安も確認しておきましょう1日 350g が目標量なので1食の目安を約 120g とし示しました生の場合は両手一杯分火を通すと傘が減るので 片手一杯が目安ですそのうち3分の1程度を緑黄色野菜で取るとさらにいいですね。2つ目は善玉菌を含むものと善玉菌の餌となるものを一緒に取ることです。例えばヨーグルトにバナナや蜂蜜きな粉を加える味噌汁にごぼうや玉ねぎなどの野菜やきのこを入れ具だくさんにする納豆に キムチを加えたものにオクラを混ぜたり、豆腐にかけて食べる、チーズと野菜を使ってサラダにしたり、全粒粉のパンに挟んでサンドイッチにするなど、組み合わせはいろいろあります。3つ目は、全生菌を増やす食品を選択することです。これまでにお話しした通り、全生菌を増やすには、全生菌そのものとその餌となる食品を摂ることが大切です。 それを踏まえ普段の生活の中に善玉菌を増やす食品を取り入れてみましょう例えば朝食の主食を食物繊維の多いライムキパンやコーンフレークにしてみたり菓子パンを選ぶならクリームパンよりアンパンを選ぶのもいいですね飲み物はコーヒーや牛乳より野菜ジュースや飲むヨーグルトにしてみましょう絵のように サラダや果物を食べることは理想的ですが時間がなくて果物や野菜料理を食べる暇がないという方は野菜や果物をミキサーにかけてスムージーにするのもおすすめです和食ならご飯は雑穀米や七分付き米にして焼きのりをプラスするのもおすすめですまた副菜はひじきなど海藻類やごぼうなどの根菜類味噌汁には芋類や海藻類 野菜、きのこで具だくさんにすると食物繊維の摂取量が増えます。また塩分を含む汁を減らせるので減塩につながります。4つ目は健康食品とのお付き合いです。野菜料理があまり食べられない時は食物繊維を補うために特定保険用食品いわゆる特保を活用してみるのも一つです。お腹の調子を整える食品。 と表示されているものが該当します毎日の食事内容を見直した上で特保適量利用すれば期待する効果が得られると考えられますしかし特保を利用しているからといって毎日の食事をおろそかにしては腸内環境の改善はできません今までお話ししてきた善生菌を増やす食品を取りつつ特保を上手に使うのがポイントです 先ほど少しお話ししましたが、便はいわば腸内環境のバロメーターです。チェックしてみましょう。規則的な排便はあるでしょうか ?1 日1回でなくとも、すっきりスムーズに出ることが重要です。便の状態はどうでしょうか悪玉菌が多いと便はより臭くなります。色や硬さはどうですか次のスライドで見てみましょう。 表は弁の形状を表したものです。弁の色は善玉菌が少ないほど黒っぽくなります。硬さは水分の影響を受けます。理想の弁は赤で囲んだ布巾の形状です。色が黄色っぽい。バナナ2本分の量で程よい柔らかさがある。水洗トイレの水に浮くのが目安です。観察する習慣をつけましょう。まとめです。 腸内環境を改善するには、腸内フローラ、腸内細菌のバランスを整え、善玉菌を優先にしておくことが重要です。そのためには、1、適度な運動と休養で自律神経の乱れを予防する。2、3食、規則的にバランスよく食べる。3、善玉菌とその餌となるものを食べる。そして4、麺の観察で、 腸内環境をチェックしましまょう年末年始、暴飲暴食をしてしまった方も多いかと思います。今年は腸内環境に良い食生活を心がけながら過ごしていただければと思います。異性海病院では、体重を減らしたい、運動効果を高めたい、病気を予防したいなどのお悩みに対して、管理栄養士が適した解決方法をご提案する 栄養・食事相談サービスをオンンラインで行っていますもし何か健康面で心配事があれば異性会病院のコーディネートナースにおつなぎすることも可能ですご自身の食生活をメール化できるアプリを使用して1ヶ月の栄養サポートを行います1日に摂取するエネルギータンパク質脂質塩分などの栄養素の過不足を評価し 目的に応じた効果的な方法を食事面からご提案します料金は1ヶ月3300円です申し込みをご希望の方はまずは伊勢海病院の人間ドックソフィアまでお電話ください皆さんの日々の健康のためにぜひ栄養・食事相談サービスをご利用ください栄養管理部では毎月3つの便りを発行しています食便りでは 健康の維持増進に役立つ生活の知恵袋について、栄養だよりでは高齢者の栄養と健康サポート、透析食だよりでは透析患者さんの食事療法に役立つ情報が満載です。今回の講座では最後のアンケートで希望された方に、こちらの3つの手より1月号をメールでお送りいたします。なお 本日参加時にご入力いただいたメールアドレスに誤りがあると資料のお届けはできかねますのでご注意ください。それではご質問、感想、要望コーナーに移ります。長年齢という言葉を聞きますが、自分で確認できますか長年齢はおおよそ実年齢と同じと言われています。しかし、食事の乱れや生活習慣の乱れで腸内環境が乱れると、 長年齢はどんどんん上がっててしままうと言われています長年齢をチェックするにはインターネット上で長年齢チェックで検索するとチェック項目がいろいろ出てきますが簡単に見た目でわかるには先ほど説明させていただいた便の様子を観察するのも一つの方法です。 コーヒーを飲むことで、食物繊維の摂取につながりますか？えっとコーヒー豆にはリグニンという不溶性、食物繊維が含まれていますが、コーヒー豆を抽出し、私たちが普段飲んでいるコーヒーの液体には食物繊維は含まれていないのが現実です。コーヒーからえっと食物繊維を摂取するには、コーヒー豆を使ったお菓子など食べられる方がまだ食物繊維が摂取できると考えられます。 野菜サラダは食食事のの最初に食べるとといいい聞きましした。正しいのですか野菜サラダや野菜などを食事の最初に食べると血糖値が上がりにくくなったりまた、えっと、先ほどスライドでも説明させていただきましたが食物繊維が多いものがおなかの中に入るとコレステロールや糖質の吸収を妨げるというか過剰な吸収を防いだりすることが期待できますので。 食事の前にサラダを食べるのは効果的だと考えられます。腸内フローラの改善にかかる期間はどれくらいでしょうか？えっと腸内の細菌が入れ替わるのにはだいたい三ヶ月ほどかかると言われていますが、個人差によりますが二ヶ月から約一年という方もいらっしゃいます。日々日々腸内を改善するために必要な全生菌がそのものの食品発酵食品だったり。 菌の餌になるオリゴ糖食物繊維を取ることが大切です。ここで教えていただいた食品は日々摂るのが良いのかばらつきはあるが週単位で取っていれば良いのかどちらでしょうか理想的なのは毎日摂ることが望ましいですがあれもこれもたくさん取ると、えっと、とても大変だと思いますのでざっくりと週単位で取っていくのを考えるのも一つの選択だと思います。 それではお時間になりましたのでこのあたりで質問コーナーを終了させていただきます質問をお寄せいただいた皆様ありがとうございました本日のお話しした内容が皆様の日々の健康に役立つ情報であれば幸いです本日はご参加くださりありがとうございましたこんにちはコーディネートナースの向井です私たちコーディネートナースは 患者さんの病気の重症化、再発の防止、健康の維持増進に取り組んでいます。治療を休んでいた方が再開される場合や、気になる症状がある方に、お電話や面談でサポートを行っています。健康相談も受け付けております。気になる症状がある方は、 どうぞお気軽に、こちらまでご連絡ください。お電話の際は、コーディネート男性の相談とお伝えください。